大相撲の新大関栃ノ心が13日、東京都墨田区の春日野部屋で名古屋場所、7月8日初日、へ向けた稽古を再開した。12日に母国ジョージアから戻ったばかりだが、大関の自覚からか精力的。四股などの基礎運動をした後、幕下力士らへ胸を出し、やっぱり稽古をやらないといけない。少しずつ汗をかいていく、と話した。夏場所中に右手首付近を痛めた影響で、まだ申し合いはできないというものの、目標は2桁勝つこと、と気合十分だった。時事通信社。